世界が注目している日本の潜水艦ですが、今回は今更原子力と通常動力型との違いを聞けないって方に潜水艦を詳しく見ていきますね。海上自衛隊の潜水艦って何気に世界一かもしれません。それは潜水艦だけでなく乗組員すべてが世界が最も恐れています。昨年2021年9月に、オーストラリアが、新たな安全保障の枠組みであるオーカスを、アメリカとイギリスとの3カ国間で締結し、この軍事同盟に基づく行動の一環として、原子力潜水艦の保有を打ち出して以降は、日本でもそれに習うべきとの意見が噴出している。ことに、そうした考えが、一部の軍事専門家等に限らず、日本の政権与党である自民党の有力議員ら政治家の口から発せられている現実を見れば、その是非はひとまず別問題とするにせよ、確実に政治における位置づけも変化していることは間違いない。太平洋戦争の敗戦後の日本は、アメリカのみを唯一の軍事同盟国として、その対立軸にあった旧ソ連が東側諸国との冷戦構造下に置かれ、旧ソ連軍が太平洋に艦隊を進出させることを防止することを主眼とする防衛方針を敷いていた経緯がある。ことに核兵器を搭載する戦略型の原子力潜水艦が登場した後には、それらの旧ソ連海軍の潜水艦を極東方面の港から太平洋に出さないようにすることが最大の使命となり、海上自衛隊の潜水艦は、その可能性のある海域で待ち伏せを行う戦力として整備された。ここに、旧ソ連海軍の潜水艦に対して、海上自衛隊の潜水艦が抑止力となる構図が出来上がったと言えるわけだが、同じ潜水艦といえども、推進力に原子力を用いるものと、通常動力を用いるものでは、大きな差異がそこに存在している。現在の2022年に至るまで、海上自衛隊が建造、保有、運用しているのは、通常動力型の潜水艦のみであり、最新鋭の太平洋型でも、その機関構成は、ディーゼル機関に、リチウムイオン蓄電池とモーターを組み合わせたものとなっている。このディーゼル機関に、蓄電池とモーターを組み合わせた構成は、潜水艦が軍用艦として登場した第一次世界大戦の時期から続く、いわば王道の設計であり、今の状態は、蓄電池のみが、鉛製からリチウムイオンに置き換えられたと言ってよい。通常動力型潜水艦には、非待機依存推進と呼ばれる補助機関を搭載した形式もあり、海上自衛隊でも、前級の、そう、流型の1番から10番艦までの10隻は、スターリング機関と呼ばれる補助推進機で、非待機依存推進を実現させていた。この、そう、流型の前期の10隻は、それまでの従来艦よりも、水中での行動範囲、時間を向上させることを意図して開発されたものだったが、スターリング機関は、その設備の大きさに反比例して、出力は小さく、速度にして4から5ノット程度の貢献だったとされる。このため、スターリング機関を並行して備えた非待機依存推進艦の複雑な構成を継続することよりも、蓄電池をリチウムイオン製に変えた艦の方が、メンテナンス面や実際の運用面から見た場合でも利点が多いと結論されたと言える。こうして、海上自衛隊の潜水艦は、そう、流型の後期型2隻より、現在最新鋭の太平洋型まで、ディーゼル機関に、リチウムイオン蓄電池とモーターの組み合わせを採用しているが、ここに、原子力潜水艦を望む声が浮上してきた、状況である。太平洋型をはじめとする、通常動力型潜水艦は、
先行して航行する場合には、蓄電池に溜めた電力を使用して、モーターを駆動させる仕様となっているが、水中航行時の最大の速度は、およそ18ノットから20ノットほどだと、推定されている。これに対して、同じ攻撃型の潜水艦であっても、原子力推進の場合、最大の水中での航行速度は、およそ30ノット前後とされており、電力で推進する通常動力型潜水艦に比すれば、単純比で約 1.5 倍以上の速度を実現すると目されている。これは、核燃料を推進に使用する原子力潜水艦が、通常動力型潜水艦に対して、大きなアドバンテージを持つ部分であり、その高速性能によって、待ち伏せ攻撃ではなく、敵の水上戦闘艦に対しても、接近や離脱を容易にしている。また、その水中での高速度を、原子力潜水艦は発揮できることから、航空母艦を中核として構成される空母打撃群では、その艦隊の護衛として、随伴行動が可能であり、先行して、艦隊の脅威となる敵勢力を排除する運用にも欠かせない存在となっている。そして、何より、原子力潜水艦が、通常動力型潜水艦を運用上で上回っている点としては、基本的に、燃料補給の必要が生じないこと、また、動作に、酸素の供給を必要としないことから、物理的には、数ヶ月に及ぶ連続潜航も、可能な点が大きい。原子力潜水艦は、海中の海水から、乗組員の生存に、必須の真水や酸素を生成できるため、通常動力型潜水艦のように、定期的に浮上する必要がなく、乗組員に必要な食料さえ確保、積載できていれば、その備蓄が底をつくまで、活動ができると言えよう。しかし、アメリカ海軍では、そうは言っても、およそ70日サイクル単位で、原子力潜水艦が、任務スケジュールを交代する運用を通常時には言っており、閉所である潜水艦内に乗組員が止められることのストレスを緩和していることが伺える。そもそも、この2022年時点で潜水艦を保有、運用している国は世界で40カ国弱と見られており、その中でも自国内で潜水艦を建造できる国は、日本を含めアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、そしてロシア、中国等に限られる。これに、近年では、インドや韓国が加わってきてはいるが、これらの国々中でも、さらに、原子力潜水艦となると、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国とさらに限定され、核兵器の保有国よりも少ないのが実情である。こうしたある意味、かなり特殊な装備が原子力潜水艦というわけだが、そうした一国に、オーストラリアが名を連ねる背景には、無論拡張著しい中国海軍が、南シナ海を自国の勢力下に収め、戦略型の原子力潜水艦を増加させつつあることが、最大の理由だろう。オーストラリアは、これまで、日本と同じく、通常動力型潜水艦である、コリンズ級を6隻保有するのみで、その後継艦である、アタック級も、フランスのシフラン級を、通常動力型に換装したものを調達する計画を進めていた。しかし、この新型のアタック級が、使用通りのスペックで就役したとしても、南シナ海にオーストラリアから、派遣するとなれば、その海域に泊まれる日数も多くない上に、そもそも速力が遅いことから移動に時間を要してしまう。そこで急遽浮上したのが、アメリカもしくはイギリスから原子力潜水艦を調達して、南シナ海での有効な作戦行動日数や時間を大幅に伸ばそうとする方針であり、第二次世界戦後に初めて自国の安全保障に危機を感じたのが、オーストラリアの現実だろう。オーストラリアが、
原子力潜水艦の保有を打ち出すこととなったエアカスの電撃的な締結から1年以上を経た現在でも、未だアメリカとイギリスのどちらからそれを調達するのかの具体的な発表は行われていないが、前者と見る向きが多いようだ。その場合には、アメリカ海軍の現行の方であるバージニア級の調達が有力視されているが、いずれにせよ、こうした攻撃型原子力潜水艦の一隻の建造コストは、およそ5000億円は、くだらないと目されており、オーストラリアの国力からすれば、かなりの高額である。ちなみに、日本の場合、最新鋭の太平洋型の一隻の建造コストはおよそ800億円ほどであり、これ比しても、いかに原子力潜水艦が高価な装備であるのかは一目瞭然だが、導入後にはメンテナンスのコストも今より多額となることも明らかだ。原子力潜水艦の持つ性能は、静粛性を除けば通常動力型潜水艦よりも優位性があることは確かだが、日本がこれを保有しようとするのであれば、運用手法や建造ノウハウをいかに確立するのかをまず決めることが必須となるだろう。